皆さん、こんにちは。今日のニュースは、ブルーのチームが東京、代々木体育館で行われたガールズアワード2015にヘアメイクでバックステージのお手伝いに行ってきました。朝から、すごい人出で、祝日のせいか、前回よりも混雑していたように思います。原宿駅近辺もすごい人でした。すごい人ですね。それでは、今回のガールズアワードを簡単にまとめてみましたので、ご覧くださいませ。皆さん、いかがでしたでしょうか。どんなタレントや芸能人、モデルが来ていたかの詳細はスタッフまでお尋ねくださいませ。それでは、ごきげんよう、さようなら。Have a good weekend。